で、最後にですね、この機能が経営企画、モデルマネジメントっていう機能がですね、経営企画にとって、いる意味ですね、っていうのは、経営企画って、人材が流動的であって、業務が属人的なんですよね。なので、引き継ぎが非常に大変なんだというところですね。数千セルとかですね、数万セルとか、いうのを数式入りで、しかも、なんかこう突発的にですね、通常は毎月こういうロジックで設定してるはずが、なんかこう、なんかその場限りの処置としてですね、数式ある時期だけ崩しちゃってるとかいうのを、見つけた際には結構大変じゃないかなっていうところがあるという思いますね。で、これをですね、このモデルマネジメントっていう機能をなんでアダプティブっていう、製品が開発したかっていうところでもあり、このテーマがですね、抱えている問題点、予実管理システムに我々がですね、ご提案していて、よく突っ込まれるのが、結局ですね、予実管理システム導入しても、Excel のマクロ、要するに集計を自動化するプログラミングがシステムに置き換わっただけで、属人化って解消されてないですよねっていうふうに突っ込まれる役員の方もいるんですよね。なんて言うんでしょう。機能がいっぱいあるのはいいけど、結局それって使いこなせる人は最初に導入したメンバーだけで、景気ってこう人の流動がすごい激しいので、新しい担当者になったら伝えなくなるっていう不安があるっていうところですね。で、これを、日本の役員の方とかですね、懸念されていて、そもそもですね、予実管理システムを入れていいのかどうかっていうふうに迷われる理由にもなったりするというところです。で、日本でもですね、景気のメンバーって1、2年で変わることが多いかなと思ってます。総入れ替えっていうわけではないですけれども、新しいメンバーが入るとかですね、役割が変わるとかいう意味で、我々がですね、お客様と、対応してるだけの、ケースなのかもしれないですけれども、担当者が変わりますとかですね、結構しょっちゅうある話ですし、アメリカではですね、これが結構顕著なんですね。人の流動性激しいので。なので、日本に限った問題ではないですし、アメリカっていうか世界的にもですね、ここはですね、そのシステムがどんな機能をいっぱい持ってますかじゃなくて、そもそも使う方自体がですね、コロ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 入れ替わるっていうところが、をどうやって IT で解決するかっていうところですね。ここは非常に、壮大っていうよりは、我々がですね、IT としてですね、クラウドサービスっていうのをご提供している中で、継続的に使っていただく、非常にその考えなければいけない論点ですよねっていうところですね。で、欧米はもっとさらに人の流動激しいですよっていうところですね。日本が1、2年だったら、半年1年で変わる会社も結構ザラじゃないかなっていうふうに見てますというところですね。なので、アダプティブの長期的な利用のためにもですね、業務の引き継ぎっていうテーマが非常に、ちゃんと考えてるっていうところかなと思いますし、それに対してですね、モデルマネジメントっていう機能はですね、引き継ぎ問題への一つの解決策じゃないかなと思ったので、今日はですね、その機能をご紹介させていただきましたというところですね。なのでですね、これを言い方を変えると、この引き継ぎ問題、予実管理のですね、業務を引き継ぐっていうのはですね、なんかやっぱりこう、見ていると、すごいこう優秀な方が、このシステムがいいですよっていうふうに、こうリーダーシップを取ってですね、予実管理システムを導入したとしても、その方自身がですね、じゃあ10年ちゃんといるかっていうと、特にですね、IT 企業とか人の入れ替わり激しかったり、ご本人のですね、キャリアビジョン的にもですね、転職しちゃうってなったら、なんかその優秀な方がいる期間は安心かもしれないですけれども、新しい方にですね、その導入したシステムが引き継がれないと、結局業務って安定しないですよねっていうところですね。ここはですね、どの、製品がいいかとかっていうふうに考える、一つの要素でもいいんじゃないかなと思うぐらいですね。我々は少なくともこの論点は重要だと思っていますし、重要だと思ってるんだったら具体的にどんなアウトプットというか、どんな機能でそれは解決するのかっていうのですね、今日は一つの一例としてご紹介させていただきました。